どうも、YK ミュージックルームへようこそ、川原ゆ太郎です。さて、今回なんですけれども、ザ・ストーン・ローゼズのデビューアルバム、ザ・ストーン・ローゼズ特集をお届けしたいと思います。このアルバムはもうイギリス国内では絶大なる人気を博しているアルバムで、もう大名盤なわけなんですけれども、イギリス国内ほどの熱狂は実は日本ではあまりないんじゃないかなと思ってて、ただ改めて聞き返してみると本当に名曲揃いのいいアルバムなので、ぜひ紹介したいなと思いまして、今回はその魅力を余すところなくお届けしたいと思います。まずザ・ストーン・ローゼズのメンバーなんですけれども、ボーカルがイアン・ブラウンと言いまして、めちゃくちゃ歌が上手いボーカリストってわけではないんですけれども、もうこの彼の声と、それからそのリズム感というかね、それありきでこのサウンドは成り立ってるんじゃないかなというような要となるような人物です。そしてギタリストのジョン・スクワイア、ジョンはもうイアンとは幼馴染で、昔にね、そのジョン・スクワイアがいじめられてるところをイアンが助けて、でそっからなんか家を行き来するようになって、イアンが持ち込んだセックスピストルズとかクラッシュのレコードを聞いた時にジョンも音楽にのめり込んでたっていうような、ストーリーがあるんですけれども、ジョン・スクワイアはもう本当にね、テクニシャンというか、いろんな、ギターサウンドを奏でます。それこそ綺麗なアルペジオだったりとか、高音のディストーションだったりとか、もうザ・ストーン・ローゼズのサウンドの要ですね。でまたジョン・スクワイアはアートにも精通していて、実際このデビューアルバムのアートワーク、ジャケットもジョン・スクワイアが手掛けたと言われております。だいたい曲が作ってるのはこのイアンとジョンなんですけれども、まあザ・ストーン・ローゼズの心臓となっているのがドラマーのレニですね。このレニのドラミングはもうすごいです。もう80年代90年代を代表するドラマーと言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい、本当にねフィルも独特だし、そのグルーヴというかね、テンポもねバチッとメトロノームに合わせてるわけじゃなくて、曲によって表情豊かに、だん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 テンポアップしてったりとか、その抑揚というかね、このレニのドラムなくしてザ・ストーン・ローゼズはないんじゃないかなと思います。そしてそのレニとうまいことグルーヴを作ってるのがベーシストのマニですね。もうマニはもうなんか職人といったような感じで、ただちょっと60年代のサイケ感を出すような、もうビートルズにも通じるようなね、かっこいいベースプレイを聞かせてくれます。まあ、そんなザ・ストーン・ローゼズ、80年代に結成されたわけなんですけれども、あのオアシスのギャラガー兄弟にもすごく影響を与えたという、まあ、90年代のねブリッドポップの先駆けとなるような、まあ、ムーブメントで、マットチェスターなんて言われてるんですけれども、ザ・ストーン・ローゼズはイギリスのマンチェスターから出てきたバンドで、それこそ当時はニューオーダーとかシャラタンズとか、まあ、そのような、バンドたちと、ムーブメントを起こしたわけなんですけれども、ザ・ストーン・ローゼズっていうのは2枚しか実はオリジナルアルバムを出してないんですよね。このデビューアルバムを出した後に、まあ、いろいろちょっと事務所と揉めたりなんかして、なかなかレコーディングライブができない時期も続いて、でまた6年後ぐらいにセカンドアルバムを出して、もうそれからすぐに解散しちゃったりするんですけれども、まあ、この2枚しかアルバムを出してないのにすごい後世に影響を与えているというね。でまあまあこの2枚目は実はちょっと賛否両論あったりして、まああのレッド・ゼッペリン顔負けの、ギターリフなどを聴かせる、アルバムとなってて、まあファーストからちょっと変化しちゃって、ファンはあのがっかりしたという人もいたりするんですけれども、まあ、僕はそれも結構好きなんですけれどもね。ただもうみんながもう絶賛するのがこのファーストアルバム、ザ・ストーン・ローゼズですね。まあこのあたりちょっといろんな曲注目していきたいと思います。まずは1曲目の I Wanna Be Adored という曲なんですけれども、まあ僕はもう称賛されたいんだみたいな、承認欲求の塊みたいなね、あの曲なんですけれども、この曲はねもうイントロ聴いただけで引き込まれていくというか、まあだんだんボリュームが上がってきてフェードインしていくんですけれども、なんかもう本当にコードのルート音を抑えてるだけのベース音で、これを聴いただけでバチッとあの曲だって印象付けられるっていうね、ちょっと印象的なフレーズだと思います。本当にルート音を弾いてるだけなのに、まあ、それこそねホワイトストライプスのあのセブンネーションアーミーみたいに、まあ、こういうのがね印象に残るってのはわかるんですけれども、ただただルート音を弾いてるだけでこんだけ印象に残るって、まあ、名曲たるゆえなのかなって思います。まあ、ここでね、まあ、もう
まあ、バンドの初心表明みたいなもんですよね。 I wanna be a dog っていう、まあ、これをイアンが歌うからかっこいいっていうようなところがあるんですけれども、まあ、この曲で幕開けをして、でそこから2曲目 She bangs the drums っていう、まあ、これはもうライブでも大盛り上がりのアップテンポな曲となっております。そして僕一番大好きなのが3曲目の Waterfall という曲なんですよね。これはもうジョン・スクワイアのギターのアルペジオの美しさと、それからマニのベースラインと、レニのドラミングと、それからイアンのボーカル、そこに、レニのコーラスっていう、なんかもうねこのバンドの魅力すべてが詰まってるのがこの1曲なんじゃないかなと思います。このシンプルなねリフなんですけれども、本当に幻想的で、なんかもうこの音の世界に誘われるようなサイケデリックでかっこいい一曲となっております。まあ、これねコーラスもねちょっとハモリもなんか単純に3度でハモってるじゃないみたいな感じでね、なんかちょっと不協和音っぽく聞こえるようなハモり方してるんですけれども、これをあのね複雑なツッツッカツッみたいな複雑なドラミングをしながらさらっとハモってるレニーってめちゃくちゃかっこいいなと思いますね。で4曲目の Don't Stop、 これはねもうなんか本当にサイケデリックなんですけれども、3曲目の Waterfall のサウンドを逆回転させながら、ボーカルもずっと逆回転なんですけれども、途中でなんかふわっと Don't Stop っていう普通の歌詞メロディーが入ってくるっていうね、まあ、めちゃくちゃサイケデリックな曲です。で5曲目の Bye Bye Batman、 これも僕好きなんですよね。なんか切なさもありつつ、なんかねこのザストンローゼズってもうスタジアム級の、シンガーロングするような曲たちが多いんですけれども、その中になんか切なさがあるんですよね。僕はこのバンドのそういうところが好きだなと思うんですけれども、まあ、そんな切なさが詰まってるのはこのバイバイバットマンなんじゃないかなと思います。で6曲目のエリザベスマイディアという曲、まあ、これはねもうイギリスならではの、まあ、ピストルズもやってたような王室批判となるような曲なんですけれども、まあ、元となってるのはサイモン&ガーファンクルのスカボロフェアという、まあ元々たどるとねもうこれも元々の民謡から来てるような曲なんですけれども、まあこのねロックバンドがまたサイモン&ガーファンクルから取ってくるっていうのもちょっと不思議だなと思うんですが、まあよくよく聞くとねザ・ストーン・ローゼズって全部メロディアスなんですよね。メロディーがとても美しくて、まあそんなメロディーを大事にしてるバンドだからこそこういうような曲を持ってきたのかななんて思います。7曲目の Song for My Sugar Span Sister もね、これもねなんかバイバイバットマンに通じるような切なさが持てる曲ですね。まあ、ほんとシンプルなコード進行なんですけれども、なんかもう日本の J-POP にもありそうだね、シンプルなんだけれどもなんか郷愁というかね懐かしさノスタルジアがあるような一曲だと思います。8曲目の Made of Stone、 これなんかねちょっとイントロから引き込まれますね。なんかサイモン&ガーファンクルにも通じるようなね、これも本当になんか当時の、まあ、60年代のフォークロックにありそうなコード進行なんですけれども、でこのマイナーな感じかと思ったらサビのところでもう普通にメジャーに行くんですよね。これは本当にスタジアムで聴きたいような一曲ですね。でこれも最初はテンポ感もゆっくりなんですけれども、徐々に曲の盛り上がりにつれてドラムのレニがテンポアップしていって、ね、それにバンドがどんどん前に前にと、せいていくようなかっこいい盛り上がっていくサウンドですね。9曲目の Shoot You Down という曲なんですけれども、これはもうね、リズム帯がかっこいいですね。もうレニのさりげないブラッシングと、それからマニのベースライン、もうこれなんかねなんかちょっと独特なんですよね。C なんですけれども、6度のここの音ねをさりげなく挟んでくるっていう、
ていうね、まあ、このあたりちょっと大人なジャージーな感じが、響きがありますよね。でこれもさりげない、ほんと静かな感じでいくかと思ったら、だんだん最後に向けて盛り上がっていくっていう、もう飽きさせないサウンドですね。で10曲目、 This is the one、 これはもうちょっとクライマックスにつながるような壮大な一曲、もう躍動感、静と動のダイナミズムがすごい一曲ですね。最初はすごく静かに始まるんですけれども、もう後半ではもうドンと盛り上がるっていうような一曲です。そして最後の一曲が I am the resurrection という曲で、もうこれはねもうドラムから始まって、もうこのドラムのイントロが鳴った瞬間にライブだとわーっと盛り上がるみたいな一曲ですね。まあ、これもアップテンポで、まあ、本当にポップな一曲なんですけれども、まあ、この見どころは最後のアウトロですよね。もう全部で実はこれ8分ぐらいの長さがあるんですけれども、後半の半分ぐらいはもうずっともうジャムみたいな感じですよね。スタジオセッションで生まれたみたいな感じなんですけれども、みたいなね、なんか急にこのファンキーな感じになって、そっからファンクなジャムセッションが始まっていくんですけれども、これがめちゃめちゃかっこいいです。もうアルバムのフィナーレにふさわしい一曲なんじゃないかなと思います。というわけでザ・ストーン・ローゼズ特集お届けしましたが、いかがでしたでしょうか。またねこのバンドの魅力存分に詰め込んだ僕の独断と偏見で選んだ20曲入りプレイリスト、概要欄にリンク貼っておりますので、気になる方はぜひぜひそちらから聞いてみてください。それではまたお会いしましょう。